怖い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 、これ怖いね。うぅぅ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 ぅこうおおおおおこうおおおおおおだよー大丈夫か。ブンブンハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラ2パート4の今回はヒカクラ2初めての洞窟探検。前回パート3のねアンケート結果がもうダントツでヒカキンさん洞窟行きましょうっていうね票がダントツで多かったので洞窟行きまーす。さあ行きましょう。でね、洞窟あったっけなぁとちょっと考えたんですけど、確かね、前海泳いでる時になんかね、穴ぼこあった気がするんで、ちょっとね、あのピラミッド寄りの海の方、あの辺、うん、あの辺なんだよな。そう。行きたいと思います。さあ行きましょう。もうね、あの持ち物とかはある程度準備しました。はい。まあね、基本的な敵が出てきたら戦う剣。まあまだ石なんですけどね。で、斧。まあ斧はあんまし洞窟では使わないんですけど、あとシャベル。砂掘ったりするシャベルね。で、石のツルハシ。これがね、洞窟では多分一番使うんだよね。いろいろね、石炭とか鉄とかね、あったら掘りたいと。で、あと大事なのが食べ物。これ、焼いた鮭ね。調理した鮭19。で、これが焼いた豚ですね。調理した豚肉14。で、調理した牛肉12。これだけあれば大丈夫でしょう。で、あと、松明。これ、できる限り全部ね、石炭使って作りました。これだけあれば、まあ、一番深いとこまで行けるはず。あとは、万が一のためのはしご。さあ、行きましょう。ちょっと無駄なもん預けたりしよっか。これと、まあ、感圧板もいらんな。石もまあ、いらん。オッケー、こんなとこかな。で、そうだ、あと、もし、鉄があったら、すぐ鉄をかまどでね、焼きたいので、かまどは1個持っていきたい。そう、これがね、大事なんですよ。そう。初めてマイクラやると、これはわかんないんだけど、これ大事です。かまど持っていく。で、今回の目標は、鉄をたくさん取るって言いたいとこなんだけど、やっぱりね、やっぱ上目指していかないといいもん見つかんないでしょってところで、今回はね、最低でも、金を絶対に取っていきたい。金大好きなんです。ね、今金のヘルメットこれね、ゾンビが落としたやつ使ってますけど、全身ね、金にしたいわ。まあ本当はダイヤモンド欲しいんですけど、とりあえず金で。さあ行きましょう。ちなみにここ感圧板つけました。ポコ！いいね。さあ行くぞちょっと待って、ほら、ウォーミングアップにいいやつがいるじゃん。今見えたよ、入っていくところ。いるのは分かってんだぞ。ほら、いた。うぅほほ、挟まってる。こいつちょっと可愛いよね、顔。普通のゾンビより可愛いね、お前ね。くにゃろ。チュッ。よし。そう、別に強くないっていうね。ただ、水の中にいると、そのね、トライデント。すごいなんか槍みたいのを投げつけてきたり。水の中にいると強いんだ。あ、やっぱあそこに洞窟っぽいのあんじゃん。よーし。すぐ行き止まりだったら、まあ、次のすぐ探すしかないぜ。今日も行きましょう。で、ここね、ドラウンドいるんだよ。歴史ゾンビ。ほら、いっぱいいる、いっぱいいる。ゾンビ今日もいっぱいいる。お、つうかすげえ、見てこれ。水の中にも洞窟あんだけど、これ溺れちゃう。ブそれもさ、すぐこれ息回復しないんだよね、今のマイクラってね。ちょっとここの水の中の洞窟見てみる。こんなのさ、昔さ、水きれいじゃなかったからさ、透明度高くない。あ、鉄いっぱいある、鉄いっぱいあるけど、ちょっと息が、ちょっとやばい、イルカさん助けて、イルカさん助けて、あはははビチやめとこうやめときますさあ、この辺にあるかな。ほらほら、あったここをじゃあ初めての洞窟にしよう。そう、ここね、覚えてたんだよ。あ、暗くなってきた。
赤入り口からあるじゃん。さあ、うわーマジかよ、夕日からスタートか。つうかベッド持ってきてない。ま、いっか、無敵だし。え、おおびっくりした。こんなろお前水の中いろ、お前陸まで来んなお前。じゃあ行くか、初めての洞窟探検行きまーす。さあ、じゃあまずは、僕のスタイルね、これ、ヒカクラスタイルは、壁の左側に松明を置いていく。こうすると、帰ってくる時に松明が右側に見えてれば帰ってこれるでしょうっていう松明の置き方でございます。さあ、では鉄を取っちゃいましょう。いきます、初鉄ゴー。これが鉄なんですよ、このピンクみたいなやつね。そう、これをかまどで溶かすと鉄になると。だからかまど持ってきた。もうちょっと取ったら焼こっか。わー、鉄は結構いっぱいあんね、嬉しい。うわ、ちょっと待って、こっち分かれてんな、もう。とりあえずここにつけて。いいね、鉄めっちゃあんじゃん。もう収穫ありじゃん、これ最高じゃん。で、こういうね、あのレアなあの鉄とかそういう鉱石、金とかっていうのは深さによってね、あるものが違うんですよ。で、ダイヤモンドとかが一番深いところにあるんですけど、今この僕の頭の上に1って書いてあるじゃないですか、数字。この真ん中の今56の数字、これがね、自分の今いる高さなんですけど、多分これ1段下がると55になるから。いきますよ、せーの、ポ、ほら、これがね、確かね、11とかその辺がダイヤモンド多いって昔調べた気がするんだよね。だから今日ね、さすがにダイヤモンド、まあ見つけらんないとしても、金もね、結構ダイヤよりはちょっと高いとこだと思うんですけど、結構深いところにあるんで、金も取れたらと思います。いやー、やっぱりね、ダイヤよりね、ロマンあると思うんだよね、金っていうのは。そう、石炭も取りたいんだけど、ずっと取ってるってこと。これ洞窟でかっ。右もあれば真ん中もあれば、待って、ちょっと待って、マジですか。いいとこ引いちゃったな、これ。いいとこ引いちゃったけど、ちょっとこれ迷うんだよね、これ。よいしょ。で、注意しなきゃいけないのが、金とかダイヤモンドって、石のツルハシだと取れないんだよね。ゲットできない。だから、まず鉄を取って、鉄のツルハシだけは最低でも取っておかないと、洞窟探検するのにね、後々困るんですよ。だから、かまどを持ってきた。さあ、ここでかまどを使いましょう。いや、ここまではもうね、ヒカクラパーフェクトスタイルだよ。ヒカクラパーフェクトスタイル。ポン、ここにかまど置いて、これ皆さんからアドバイスもらった木炭、これ原木焼きましたよ。で、これで鉄を置く。ちょっと待たなきゃいけないんだよ、これ。どうしよう。ちょっと進んでみようか、こっちの。じゃあ、ちょっとこの深くなさそうな方行ってみようか。一番右、石炭は相変わらずいっぱいあるけど、ちょっと深い、これ戻ってこれなくなっちゃいそう。深い、すごく深い。ちょっと待って、この洞窟匂うね。なんかお宝の匂いがプンプンしてきた。さ、お、もうほらちょっと焼けてんじゃん。あ、やべ、作業台忘れてんじゃねえか。やっちまった。ツルハシで作れないよね。うわ、木持ってこなきゃ作業台作れないじゃん。こういうお茶目なミスをしちゃうのが比較のパーフェクトスタイル。やっちまったな。ちょっとまだ浅いから木だけ取ってくるか。うわ、最悪だよ。ただね、金見つけて持って帰ってこれないっていうのは最悪なんで、せめて、ちょっと砂漠なんですけど、木生えてないじゃん、砂漠。結局戻るんかい。つうか、でもさ、あ、ハスクだ。ちょっとハスクとバトルするわ、もう。そう、このね、ミスったね、怒りを全部ハスクにぶつけるわ。初ハスクじゃない、これ。おい、こんにちは。仲良くやろうぜ、ハスクさん。嫌な声なんだよ。来いよ、お前。なんか言ってんのかって話だ、お前。なんかこんなスリムだったっけ。あのね、普通のゾンビよりちょっと身長高いんだよね。キュッ、やばい。顔面、パシーン。ありがとうございました。もうね、やっぱりこう、ヒカクラ1でね、パート300何十もやってるから、石の剣でもね、強いですよ、僕は。自画自賛しちゃうから。さあ、結局家の方戻ってきて、ただね、家が明るくてね、本当にこう迷わないね。 あそこが家かってすぐ分かるから。よし、オッケー、すぐ戻ろう。洞窟探検ポンポポー、洞窟探検ポンポポー。夜に見るね、氷は綺麗だね。ヒカクラ。さあ、いいね、もう入り口が分かるわ。さあ、行くぞ。これが本当のスタート。
比較のミスってるスタイル。さあ、あ、ちょうどでもちょうどいいじゃん。そうだよ、どうせ焼いてんだ。うおほほほほ、鉄の延べ棒。銀だよね、もはや見た目がね。さあ、これで、原木でまずこの木材を作ります。ビシッと。で、作業台作って、ここ置いちゃうか。あ、ポン。よし。で、うわー、来た！いいね、やっぱりこの色、ついにワンランク上の男になれるぞ。鉄のツルハシ、これが一番大事。イエイ！これね、掘る速度も石より上がるから。あとは、まあでもツルハシ2本くらい作っとくか。あとは、まあシャベル。掘ったりもするのでシャベルと、あ、バケツ！やった！バケツも作れんじゃん。やべえ、もう洞窟探検無敵だな。ぶっちゃけ剣はね、石でも戦える、十分強いんで、ハサミも作れんじゃん。作っとくか。ハサミ。ハサミも作っといて、今後ね、羊さんの毛を刈れるようになるんで。やったぜ。大収穫。ただもう持ち物多くね、これ。あ、チェスト作れない？チェスト作れんじゃん！やった！これいらないもんここに預けていく。洞窟、あべ、ここ。比較のミステルスタイル。そう。チェストはね、上になんかあるとダメなんです。よし、ここに、ちょっと、細かいもん置いていかないとね、お宝ザクザクあったら持って帰れなくなっちゃうから。よし。それじゃあ行きましょう。じゃあこっちのもう最初に選んだ右のこの道。行こう。鮭食べて。パク。サーモン美味しい。よし。行くぞ。やっぱね、こうやって右と左が分かれたら、やっぱヒカキンスタイルは右なんだよな。右利きだからな。さあ、スイスイ行っちゃう。ほら、見てこのスピード。なんか明るいのは気のせいじゃないよな。マグマですか？早速。マグマの近くって匂うんだよ。あ、マグマだ。マジで？展開が早いのがヒカクラ2です。うおー！つーかさ、マグマが綺麗になったよね。本当にこの、マイクラ、新しいやつ。うわ、危ねえな、これ。ただ、今高さ、位置が34まで来てますね、もう。さあ、これね、でもこれを、ここ石で閉じると、マグマ止まるんですけど、暗くなっちゃうので、まあまあまあ。こうやって削っていきましょうや。危ない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 ！お、ちょうど橋ができたわ。うーわー、あ、そしてマグマも、ここが、ここで止まったね。よし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 。いやー、鉄がいっぱいあるわ。いいねー。もうこれだけでも今日はなんか外れじゃないわ。ね、洞窟ってさ、入り口超でかいのに、ちょっと入ってみるとさ、すぐ行き止まりとかあるからさー。深いなー。こっちのマグマは。やべえ、迷いそうだ、マジで。とにかく右に行こう。右大好き男。左利きは天才なんて言うけども、右を行こう。ちょっと待って、今度上がってってんな。これ良くない感じだな。上がってってでもまた下がることもあるからね。つうか敵が全然いないんだけど。これ。なんかやっぱりJava 版より優しいのかな？超広いんですけど、ちょっと待って。どうしよう。右へ。そうだ。右へ行くんだ、僕は。右マンです。どうも、右マンです。あ、ここは、あ、外に繋がってる？ちょっと待って、また、そんな深くないね、まだ。はい、一個行き止まり。一個一個でも潰せてるね。さあ、次こっちか。一個左。ちょっと待って、また左と右。もうどっちから来たかよくわかんなくなってきたから、どうでもいい。さあ、スイスイ行くぜ。スイスイ行かなきゃ、金なんて見つけらんねえんだ。全然ないね、金。行き止まりだわ。ダメだ。さあ、どんどんでも、一つ一つ潰せてる。こっちは？お、お、お、深い予感。これは？行き止まりだね。ちょっと待って、ここに来て行き止まりなんだけど。ねえ、これよりなんかさ、バーンって開けたさ、渓谷っていうのかな。一気に裂け目みたいなところを見つけたいんだけど、ないかな？そんな甘くないかな？こっちは？低くなってってくれ。30代からこうなかなか下がれてない。あれー、こっちダメだね。戻るしかねえな、これ。あれ？どっから来たっけ？やばい、マジでわかんなくなってきた。あー、こっちか。ん？あ、こっち行ってみるか。あぶねえ。はぁ、はぁ、怖い。これ怖いねー。やっちゃった。水。ちょっと待って。ここで死んだ。水。洞窟を舐めてると大変なことになるよ。ちゃんと掘ればいいんだ。やっちゃった。ちょっと待って。やばい。
てか、あ、そっか、バケツに水汲もう。やべ、危ねえわこれ。ただなんとか生きてるわ。危ねえ。そう、バケツに水汲んで。え、外は雷かよ。てか水汲めねえよ、よく考えたら。これ出てきてるところからじゃないと水って汲めないんだよ。初めての洞窟探検、甘くねえな。上に上がって水を汲みたい。ちょっと待って、この水どっから来てんの。いや、ここか。よし、あ、汲めた、オッケー。うわ、すっげえ雷だな。洞窟の中で雷なんか鳴ってるってなんか嫌だな、すごい。ねえ、ピカーンってこう気持ちよく光るのも見れないのに音だけ鳴るっていう。うわ、すごっ、台風かよ。よし、さあこっちには何があんのか。うーわ、もうバッキバキだな。まあ、鉄ももう結構取ったので鉄をもスルーだわ。もう行き止まり。俺が狙ってんのは金なんだよ。鉄で満足する男じゃあねえんだよ。あ、危ねえ、ここ。よし、さあもう一個戻って、また分かれ道、違う道に行こう。まだ多分全然あるから。こっちもこっちもか。めっちゃあんな。行き止まり、バキバキだな。はい、こっち逆側。うわ、こっちも広いな。一気に深いとこ行こう。よしよしよし、いいよ、深い深いよ。一気に深い、一気に深い、深い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 。はあ、さあ、なんか、お、丸石がある。というのはマグマが固まっただけかな。丸石でね、緑がかったりしてるとなんかスポーンブロックがあったりするんだけど、あー、マグマが固まってるだけ。危ない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 。今でも深さ31まで来てるから、もうちょっと下がれば多分いろいろ出てきておかしくない深さまで来てる。ここ危ねえ、超トラップじゃん。危ない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 。え、何何。さあ、ちょっと砂を使ってパサマグマを。よし、ここは消して。うわ、暗い。さあ、だいぶ深いよ。お、これは深い。今深さ30でさらにこれだけ下まで見えるってことは、これ可能性あるぞ。ダイヤなんかあっちゃったりして。いきます。あ、深さ25。うわ、もうこれ一番深いとこまでいけるよ。マジで怖いな、ちょっとね。初めての洞窟でこの一番深いとこまで行くってのはちょっと怖い。昔なら行かない。昔ならいいから。高い高い高いよっ。痛い。ちょっと食べとっか。あい、雷の音が遠くなってるわ、もう深く来すぎて。うわー、これなんか予感しかしない、いい予感しかしない。いくよ。あ、18。こっちマグマある。あ、頼む、なんか金銀財宝お願いします。一番深い、間違いなくこれはもうこのマグマの。来ました。やった、初レッドストーン。レッドストーンですよ。で、レッドストーンは石のツルハシじゃ確か取れないよね。なんかラピスラズリは取れるとかあるじゃん確か。はい、やったー、レッドストーンゲット。なんか昔よりなんか光ってね、なんか明るいな。明るかったで、こんなに。さ、まだまだあるぞ、まだまだあるぞ。こっからが本番です。うっ、うっ、やったー、来ました、有言実行。危ない危ない危ない、有言実行です。金でーす。雷うっさ。すげえ、金だ。ただこれ取れる、これ取れます。ちょっとシャベルで掘って、うわ、まだあっちも続いてる。ちょっと待って、さすがに意地悪なとこに金あるな、これ。ちょっと砂で埋めて、だな、砂でここ埋めて。よし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 、よーし、イエス、はっ、金、あっ、金浴びちゃってる、取れてるよね。よし、金浴びてる、はっ、金、よし、2つ取れた、金2、ヒカクラ2で金2。よし、ヒカクラ。もうちょっとだけ見ようか、せっかくだからな。まだなんかあるかもしんない。
このさ、マグマがこうなんか海みたいになってるこの辺、こういう周りって本当にロマンがあるよね。水色の光が見えた瞬間にもう世界変わる。キーンキーン、ヒカキンキンキン、キンめっちゃある、キンめっちゃあるやったぜ。これだけあれば防具まあまあ作れんじゃない、やった。え、これ全部でもう7、8個ぐらいになったっしょ、やば、大収穫です。10個、やば、やべ、もうちょっと見て帰ろう、やべ、最高だぜ。バッキバキいってっからさ、その来た方とかもよくわかんないからさ。つーかさ、これ敵全くいないんだけどさ、ハードモードにした方がいいとかあるかな。なんかは、青いの見えちゃってんだな、ラピスラズリだな、一瞬ダイヤかと思って心臓止まりそうになっちゃう。なった、あ、埋まっちゃった、ちょっと待って、これね、砂危ねえんだ、ほら、ラピスラズリ、これもあとで大事になってくる。やったぜ、うわーい、早くシルクタッチでなんかこう、いろいろいっぱいもらえるやつ欲しいな。オッケー、もうバッチリだね。うわ、やばいんだけど雷、これちょっと外出てみたいわ、もう。うわ、すげえ、ここもすげえな。終わった、ラピスラズリだ、やった、青くできるぜ、これで。なんだかんだ僕ラピスラズリも嬉しいな、これ青くできんの。羊、青い羊ね、あの2匹作れば今後増やせるからね。黒曜石とかもある、やっべ、ワクワクが止まんねえけど、ちょっと雷が半端ねえから帰るわ、来た方向がわかんねえけど帰ろう。つうかやばくない、これほんと洞窟敵一回も会ってないんだけど。大丈夫これ。ちなみになんかこれ、あの設定でハードモードにしたらもうなんか戻せないとか、一回ハードモードにしちゃうとなんか取り返しのつかないことになるとかってありますかね。もしなんかしていいんだったら、男ヒカキン、あ、でもちょっと怖いか、ちょっと怖いかな、やめた方がいいかな。とは言ってもね、昔もうほらね、全部クリアしてるわけですから、キーン、やったー、キーン。そう、昔ね、一応全部ね、一通り敵とかも倒してるわけで、あと本当にハードモードやばすぎたら、もし普通に元に戻せばまた普通にノーマルモードが楽しめるんだったら、一回してもいいかもしんないな。ちょっと帰れないんだけど、ちょっと待って、迷ってんだけど。迷ってる。どこかわ、ここはどこ、私は誰、これちょっと、や、もう本当にわかんなくなったら、砂積み上げて上登るか。もう全く松明見えてこないわ、深いとこ来ちゃって。いや、そうするわ、もう上ぶち抜くわ、これ。そうしよう、それがヒカクラスタイル、Here、スペシャルヒカクラスタイル。危ない危ない危ない、それでいきます。うん、危ね、生き埋めになるとこだったね。え、ちょっとこれ砂漠近い洞窟だったから、砂が降ってくるかもしんねえんだよな。いきます、ずるい逃げ方、ポン、あ、ポン、ちょ、ポン、あ、ポン、ポンポン、あ、ポンポン、あ、ポンポン、暗い暗い暗い、ポンポン暗い、ポンポン、見てほら、位置がどんどん上がってきますよ。さあ、下手したらこれ雷落ちたらさ、スケルトンホースっていうあの骨の馬とか生まれたりもありえるからね。それもちょっと貴重だから、下手したら金より、あ、洞窟に抜けたな、また。あ、松明があるとこれいけないんだ。よし、さあ、洞窟の一個上の階に抜けたけど、ここどこ、あれ、ちょっと明るさを感じる、外の明るさ、これ、あ、外の明るさだ、やった、入ったとこと多分全然違うとこに出てくる。あ、どここれ、まあでも入り口は覚えてるから、さ、雷でどうなっているのか。え、ここどこ、ここどこ、ジャングルが見えてる。うわー、雷怖っ。あ、うわ、こんな離れてる。さっき入ったのずっとあっちだからね。うわ。はぁ、にしてもほんと敵いねえわ。あ、そして、そっか、砂漠は雨降んないんだ。そうだ、砂漠雨降んないのに雷は聞こえんのかな。あ、聞こえないのか、雷も。ってことは、あ、やっぱほら、砂漠抜けるといきなり雨降ってくる。いや、でもほら、ここ入り口、やった。正解しました、やったぜ、ありがとうございます。あ、お、ちょっとこれカタツムリやるかね、あまりにも敵いなかったから、お前カタツムリマンとバトルします。カタツムリ持ってるからっつってこれめっちゃ強いとかないよね。あ、ただイルカに気をつけなきゃいけないから、イルカ来ないでね。ほれ、カタツムリマン来んじゃろ、やべ、2体になってる、2体になってる、やめてやめて、怖い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 、カタツムリ、え、カタツムリは、ちょっと待って、あ、あったあったあった、息ができてない、やった、
取れたんだけど、ちょっと待って、取れた、これ何、何やこれ、何やこれ、カタツムリ、海だからカタツムリじゃなくてなんちゃらガイ、え、何これ、オウムガイ、え、オウムガイってあのなんか何億年も前からいるやつ、え、これ食えんのこれ、あ、食えない何に使うんだろうこれ、ちょっと調べなきゃな、やった、大収穫でございました。ちょっと待って、これ何、これ洞窟から出てきたらいきなり雷なんなくなってね砂漠だから、行くよ、どうも天気の神ヒカキンです、雨よ、降れ、だーらー、雨雨よ、降れ、降れ、あれ、やんじゃってる、ちょっと待って、降んねえし、降んねえし、あいてー、あ、降ったわ、あ、今頃降っちゃって、あ、雲もいる、よし、やったー、ただ今帰りました、やった、雨でも降ってるわ、やっぱり収穫やべえよ、レッドストーン17、ラピスラズリ30、そんなに取った、1個掘ってね、何個ももらえるから、で、金鉱石15で、オウムガイの殻、これはラッキー、やべえ、ヒカキンくん一気にもうお宝まみれになっちゃって、どうするありがとうございます。じゃあちょっと金を焼いて、よし、さあ、雷光ってはいないよね、雷ってマイクラの世界って光るよね、せっかくだったら落ちてくんねえかな、雷落ちてスケルトンフォース出ろ、今の私だとちょっと勝てるか分かんないけど、あ、そっか、よく考えたら高山雨降らないのかなってこと、ぐー光ってる、すげえ光ってんじゃん、ってことはこの家建てたところ良かったね、やっぱ雨ってさ何回も降ったら嫌だけどちょっとは降ってほしいじゃん、雨って考えると、この家ってギリギリ荒野じゃなくて普通の緑のあるとこに建てたことになってるっぽいよね、だからこうやって家にも雨が当たってる、やっぱり持ってるよね、持ってる男、そこまで考えてなかったからさ下手したらだから、あ、え、今雨止んだ、もしかして、それとも、あ、雨止んじゃった、うわ、ドラウンドがいる、やんじゃったな、これやんじゃったなんだ、もう雷落ちると思ったのに、まあでも本当に平和で良かったですね、マグマダイブちょっと仕掛けたけど完全なマグマダイブじゃなかった、ほらほら、こんにちは、いつも水ばっか入ってて、ほら明るいところおいでよそうだろうな、もう一回、もう一回、もう一回、はいさあ、こんなことしてる間に、はいそこで作るか、いきます、せーの、ふっ、いや、まだある、まだあるよ、やった、ブーツも作れる、完璧、やった、いきます、きます、あ、ズボンも足んねえじゃん、ちょっと待って、ズボンん、ズボンって2個で3個で作れる作れないというわけで、はい、ズボンだけない感じにできましたまあでもね、あの洞窟がすごい深くていろんな鉱石もあって素晴らしい回でした。で、今回思ったのが、途中でも言ったんですけど、この Windows 10版マインクラフト B 統合版でハードモードにしたらどうなってしまうのか、またノーマルモードに何事もなかったかのように戻すことができるのか、もしよければ教えてください。まだするかわかんないですけどねま、あまりに僕が強すぎるっていう話でねあんま強くないか、朝日が昇ってきちまったわもしよければグッドボタン、評価ぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ、ぜひぜひ登録お願いします、その他 Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回パート5でお会いしましょう。バイ。